龍崎先生、評定のこの試合にかける意気込みにただならぬものを感じます。おそらく明日のダブルス1の試合、獅子戸大鳥の評定最強ダブルスにかけるコンビは正直言って今のうちにはおらん。いえ、一組だけいるかもしれません。エイジ、わざわざ再登録して出てくるだけのことはあるじゃねえか。やりますね。あれはオーストラリアンフォーメーション。エイジ、一気に流れをつかんでいこう。オーケー、ここで突き放そうぜ。すげえ、やっぱりゴールデンペア息ぴったし。キックマル先輩も乗ってきた。イエーイ、よーし、よせよガイア、シャロクセ、なんであのフォーメーションは。あれじゃあ、前も右サイドもガラ空きだよ。どうせ張ってるっすよ、大石先輩。オーストラリアに一気に決めちゃえ。何やらかすつもりだ。奇策にあえて奇策をぶつけることで混乱させるつもりか。そうはさせない。はっ、エンジンストレートだ。大丈夫、ネット際は下がれた。ロブかクロス、いや、ロブはダメだ、大鳥がいる。クロス、そこへ打つしかねえんだよ。大鳥、敵の選択肢をなくし打つべきコースを限定する誘導型の陣形、これがオーストラリアンフォーメーション封じ。読まれた。やっぱこいつだけはそう簡単に出し抜けないよな。出た、なるほど。いや、まだだ。キャスティンは俺の瞬間移動で攻めに変えてやるよ。どうだ、チーム正確4ゲームス2-3。ふぅ、危ない危ない。おお、やっぱこれだね、ゴールデンペア。エイジ先輩、きっちりフォローしてる。構わな、長太郎、今のゲームは忘れろ。お前のサブだ、あれ行け。はい。見ろ、大石のあの位置、センターに寄ってる。あれは乾が関東大会で見せたスカットサブ封じ。ほんま抜け目がないの、正学ゴールデンペア。大鳥くんは右サイドを狙おうと意識しすぎると打つ瞬間に右手をこねる癖があるからネットする確率は高い。ただし、やはり克服していたのか。15ラブ足りねえだろ。なあ、ちょうだろ。それに今までよりも早いぜ、ネオスカットサーブは。一球入魂。
208キロ一球入魂213キロ一球入魂現協定はえやった一球入魂215キロ乾先輩の212キロを超えて大会最速記録だゲーム評定6ゲームスオールタイブレイクに突入かしかもこの熱戦と昨日の雨による湿度の高さでコートは蒸し風呂状態これじゃあいつらの体力も限界だよいやただ一人を除いてはね。おいし、勝負はこっからだね。ダブルスの無限の可能性見つけてやろうぜ。すごい菊丸先輩。シックスゲームスオールまでフルに戦ってきたのに。一番元気じゃん。12ポイントタイブレイク。菊丸トゥーサーブ。菊丸も自分の欠点を克服してきたということや。しかしそんな短期間で獅子戸や長太郎以上の持久力がつくとは考えられねえ。いや、菊丸の体力を、そして全てを把握し、コントロールしている奴が一人おるやろ。おい、周一郎。そういうことかよ。出た、超攻撃型フォーメーション。大石のテリトリー。ロングだ。抜かせません。ロングだ。セーフ。ほい。ワンゼロ、正確。やったー。まずはタイブレークを先制したよ。本来なら、右手首がまだ完治しない状態で試合に出るなんて無茶はしない慎重派の大石が自らの判断で手塚に志願しに行ったらしいこのダブルスワンだけは負けるわけにはいかないと比嘉中戦でのエイジのゴールデンペア復活へのラブコールそして昨日の誰かさんの試合が彼の責任感と魂を奮い立たせたんだろうね一時とはいえ声楽の部長を立派に務めた男だからな。オーレア、トゥーマン、兄弟、ほら、来いや声楽。次は大石先輩のサーブ。ってことはもちろん。オーストラリアンフォーメーション。見飽きたぜ。そろそろ破ってやるよ。オッケーです。じゃあヘイジ気をつけろ。正面。ボレーで決めに来い。ライジングカウンターで返してやる。何、大石。すごい7ポイント先取すればこのタイブレイクは勝ちだよでも次は大鳥のサーブだ一球入魂スリーオール協定一球入魂フォースリー協定見せてないけど大石の体力も限界に来てる俺たちを信じてかけてくれたみんなのためにも俺は正確ゴールデンペアとして絶対ダブルフォールト5-3協定しまったあーやばいやこれ大事なとこでのミス一本たりともミスできない重圧がドンマイ、エイジコース、スピード、ともにいい感じだ落ち着いて今の感じで行こうサンキューおいしいナイスタッフ、エイジチャンスボールいいのか6-3、協定マッチポイントシャーエイジ先輩に続き大石先輩までミスをあと一球絶体絶命だ下半身がついてこないそして腕も重くなってきちまった体がもうイメージ通りに動かないのかクソここまで来てダッシュショットともにいい感じだよ落ち着いて今の感じで行こうエイジまた俺のセリフ盗んだな。そう偶然偶然偶然だろ偶然だよ決めてやんよほい獅子
城が動いた。エイジ、前だ、ドロップ来るぞ。任せて、ペッチョ、負け。大石さん、菊丸さん、これで終わりです。菊丸さん、根性見せるじゃねえか。大石、菊丸、正直、手首の状態が万全じゃない大石と長期戦に不向きな菊丸、最近まで2人でペアを組んでなかったことを考えても楽勝じゃんと思っていた。しかし、こいつらコンビは違った。むしろ、絶対絶命の窮地に立てば立つほど2人の呼吸が合ってきていますね。ありがとうよ。お前らと対戦できたことが俺たちをさらに強くする。とどめだ。やっぱりここか、エイジ。おい、じゃあ席。初めてダブルス組んでから負けるたびにここで反省会だったな。今まで何回来たっけ。覚えてないな。先輩 OB に散々やられたし。だな。おいし、きっとラストだ、ここに来るのは。ああ。よーし、このまま前進、突っ走るぞ。突っ走るってどこへ。そんなの決まってんじゃん。都大会、関東大会、でもって全国大会ナンバーワン。よーし、行くぞ。ちょっと待ってよ、エイジ。バカな、あれは。稀に起こりうるダブルスの奇跡。自分たちでやろうと思っても到底できるものではない。パートナーが次にどのように動くのか、お互い手に取るように分かり合う。ダブルスの世界トッププロは言う。シンクロなしに世界は取れる。あれは一体なんだ。シンクロ、あれはシンクロ。へえ、やるじゃん。シンクロなプロの試合でしか見られないもの、それが今俺たちの目の前で繰り広げられている。またも二人がスイングに、どっちだ読めない。シンクロ、あれはシンクロ。ゴールデンペア。シンクロだと笑わせるな。はい、何があろうがあと一本さえ決めれば俺たちの勝ちです。よし、決めるぞ長太郎。はい。あいつらの顔見てみ。なんや、逆に追い詰められてるわ。
やつらを止めるのは不可能なのか。負けれねえんだよ俺は。俺たちは勝って後目につなげなきゃならねえんだよ。うわあ、どっちだ。死んでも止めます。来い。ゲームセット。ウォンバイ標定セブンゲームステューシックス。てめえら、なぜ撃たなかった。どうなったの。なんかマッチポイントまで覚えてるんだけど、大石と二人ですっげえ楽しくって。こいつら無意識で。よっしゃー、これで2勝2敗、ウィーラー。